はい、ご視聴ありがとうございます。本日の対戦はベガ VS リュウでございます。はい、すいません A4 さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあリュウ頑張れリュウ頑張れじゃない、リュウ強いもんな、リュウの方が言うんだよな確か。あれ、まあそうではありますが、ベガ使いとしてはちょっとリュウってキャラクターはなんだかんだ勝ちたいなっていう見せかなっていう、ここが C となるような、じゃあ対策組み合わせか、ベガの見せ所。今ちょっとあれですね、おおちょうどなんかね、足場ラインにうまいこと、うん、差し込みが入った感じですね。大じゃなくて、あれは小中どっちだ、うん、分からんけど今は小でしたっけね、うん、まあ隙がないんだっけ、確かセンターになってるから。まあそうですね、うん、なんか使いどころ、あおなんかなんか波動拳が、ね、消えてくれたからなかったけど波動拳消えるんで、あの遠くに行くと今当たる感じの音があった、今そうですねちゃんと見てますよ。あ、踏んだ、ま、た今のところヘッドプレスで飛びに行ってマリオパンチ合わせるとかそういうのがないので機能してますね。あ、今のね、そう、もうあそこでダイヤシャドウ拳打っちゃうとスパコンで割られちゃうんで。なるほどね、そこはちょっと今狙ってなかった、ね、あ、まあ、多分押し込んでる、ここは逃げていけば、まあ食らってるから、うほえい、さあ行くぞ。まあ食らわかったな、一番大事なものは食らわなかったね。ギリ今ギリギリしゃがみくらいしたベガンにダイヤシが届かなかったですね。あぶねあれくらったらやばいね、うん、うん、だから真空で固めたり、ね、しゃがんでるベガンに中ゴスから台車当てるにはもうちょっと近くないといけないってことですよね。あーまあそこは狙えたのかな、うん、そこまで計算しないからな、しゃがみくらいでね、おお今ちょっとエスパーこの人本当に多分突進技に張ってたと思うんですけど、ホバーキックは突進力がそんなにあの他の技にかけてないので基本的に反応ができたかなって、全部に勝利できると、うん、今これは真空を出したかったけど、多分そうだね、多分そうだね、逃しちゃったのは、あ、どうなのこれ、結構あるかもしれない。まあここはさすがに大丈夫でしょ、あの削り一発だったら多分ある、まあね、あ、これ、おお待ってますね、あ、これしゃないしゃない、うん、さすがにね、あ、今から地上戦で全部削れてても無理だろうから、一発波動を多分飛ぶつもりだったんだろうね。いや、食らうね、うわ、ひたすらなんかベガさんが突っ込んでってるわけのイメージだな。ここは勝利移って、そして裏に行って、 あ、これちょっとあれでしたね、うん、男はホバーキックでお次が、あ、いいところ、いいところ、お、当たらんとこ、あれ今ダブルに埋めてですね、あの、うん、ちょっといい感じの有利作って、その後にベガが続くために打撃、まあレンガじゃない打撃を出すというのを読んで勝利権を思い切り出したんですけど使ってますね。ちゃんと待ってるんだね、あのダブルフリーをね、持続埋めるっていうムーブは、あっ、ちょっと、確認コンボができずで、うわ、しっかり落ちてる、今のコンボミスはちょっと響くかもしれない、あ、落としました、そうですね、裏に待ったところを大キックで落として、ボタン空振って投げと。すげえな、おいおい思いっきり殴り合いしとるやんけ、うん、今のところデカ側のこの上から横からのこの突進技の破乱がかなり生きてて、ちょっと龍側が、龍はどっちでもいいから、昇龍で相打ちでもいいから取ろうとしてるね、これは、うん、突進系はさっきから昇龍やってるから多分突っ込むタイミングだけなんだろうね。そうですね、今ダブル2のミスで逆にちょっと助けられた感じかな、大キックが出て、うん、お、どうなる、まあ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 、やっぱ常にやっぱ突進系は張ってるね、なんか、うん、うん、すごいわ。そうすると普通のジャンプは行ってしまったもんなのね、突進系じゃない普通のジャンプ、ああ勝利できなかったって感じか、今こんな感じで、あ、しかしここは足払いがダブルに当たっちゃって、ちょっと動くことないな、しゃがみ中パンキャンセル新しい、あ、次来た、当たって
あっ、こうなる。ここは取っときたい、取っときたい、ここは。ここは取っときたいよ。あ、これ、確定の。おお、ダイステイコ、すごいな。うわぁ。あ、今のは我慢しましたね。あー、すごいね。あれね、シューパンをね、埋めるとね、若干の有利があって、あの後ね、結構、分かりにくい連携とかが、目があるので、あれはちょっと、その、うん、まあ、ネタ的な、置き攻めで、それから構想した感じですね。なるほどね。はいはい。そう。おおよ。あ、今のはなんかベガが先に動いてたんで、俺もそう、有利取っちゃってたんで、逆にあそこはバックジャンプとかのが良かったかもしれないですね。まあでもやっぱり焦ったんで、焦るっていうか勝負決めに行ったんだろうね。そしたら多分間合いが違ってたんだもんね。そう、ベガってなんかね、突進技で突っ込んで、あの有利に逆になっちゃう時があって、そうなるとそこでベガが投げようとするのは逆に危ないんですよね。あのジャンプとかで逃げた方がいいっていう、そこちょっとね、判断がね難しくて。ああ、はいはい。あ、今ダイゴス大勝利いいですね。いいね。で、一応あそこであのしゃがみチューパンから の歩き投げは、一応ベガはジャンプ入れっぱとかで拒否れるんですけど、うん、そこであのノーキャン波動拳とかやられると結構危ないんですけど、うん、もしくはそのしゃがみチューパンから、うん、まあ、すぐダイヤシとかやると一応入れっぱがりになります。そこはじゃあベガだから、じゃあ突っ込むよ、このベガは。とりあえず、うん、色もね、なんかちょっとそれっぽい色になりましたけど、なんか、うん、ちょっと俺は攻めるとっていう色してるね今ね、うん、青い炎がねメラメラと。そう、私は立ちくらい確認からのコパコパ勝利と。多分今無理やり、どうだろう、なんかミスったんだろうね。でも無理やりつなげたんだろうね、多分。俺そんなに、ああいうレシピがね、ああいうレシピあるんですよ。あのしゃがみコパンがあの発生が早くてですね、高い打点からでもつながるんですよ、めぐりが。ああ、まあまあ言われてみて。で、立ちくらい確認で、あのしゃがみコパン、立ちコパン勝利権は、あれは、まあ、レシピとしてはいいんじゃないですかね。あんなんでやるんだ、すげえな。まあ、もちろんそのなんだっけ、例えばガードされてもしゃがみコパンから直投げとかも強いですし、うん、はいはいはい、ね、お、うん、どうなる、柱が、あ、これはこの要所要所でこのうん、どうなる、お、歩き中はしないや、これは効きますね、効くね。あ、うん、今のところちょっとこの何ですか、竜側の大足のスカリがちょっと見受けられて、そこにその突進技とかが入って、うん、あのベガがそこから勝機を見出すっていうパターンが結構、ね、俺はでもさっきから俺は昇竜に目がくらんどんだけど、目がいっちゃってるんだけど突進系では昇竜って。そうですね、まあ、ただそのそこで試合がね、あの終わってしまうぐらいのものが今のところあまりないので、あ、今これちょっとこのダブ2を埋めてる連携もね、結構あのやっぱいやらしいですよね。あそこで勝利を見てからってのはね、なかなかそこは難しいかなって、ね、さっきやったからな、うん、ね、そこをちゃんとついてきたんだけど、一回、うん、ここは待ってますね、メガ側何もせず、え、ここはちゃんと波動拳モーション見てからのヘッドプレスでしたね。え、今そうなの、あれ俺は分からんぞ、あれは。めっちゃ近かったよ、まあ、あの距離はギリギリ見れる距離だったかなっていう。確か、うん、あれ見れるんだ。いや、おかしいだろ、そこ悪い、いや、おかしいだろいや、おかしいだろ、あれは。あれ見てから行けるか、今の距離。行けないよな、今、うん、あ、今よくガラしましたね、ベガで。あそこはね、ボタン押しちゃうんですよ、結構ベガ使ってると。あの、あそこでね、中足とかつい落ちちゃう。おお、でもあそこも待ってますね。ああ、こっちも一回待ちましたねお見合いが発生しました。いや、いろんなことやってくるな、お互いに。え、いや、おお、ここで、あ、これでも特にベガ側のガードがうまいですね、今のは、うん、正ガードに一番見えましたね。おぎ当てて、うん、竜はね、どうしても竜巻やばいが強くて、そのベガってうかつに投げに行けないんですよね。ああ、それでやっぱ強いね。そう、竜巻で OK なんで、その投げに投げ読んだら。あとね、この、あ、でもお前竜巻みたいで、ワンちゃん死んじゃうよっていう。で、走って、あ、これ一回ちょっと足はきつい、足はきついって飛ばれて、さあどうする。お、アッパー波動拳、新しい、あ、よし、こわ、さあどうする、どうなる、さあもう行くしかねえと。あ、分かったね、うん、いや、すげえな、
そうですね、あそこはまあ頑張って横から行ってまた投げに行くかどうかっていうのが難しいかな、やっぱり、うん、真空持ってるから多分上張ったんだろうね、多分ね、ちゃんと見てる。そうですね、あそこしゃがみ中盤ダイヤし多分ちゃんとつなげばいいんですけど、だから難しいんですよね。うん、あ、おお、張ってますね、うん、あ、もうペ、あ、もう、ここはもう真空を匂わせてもう直投げで終わらせようという感じでしたね。体力もそうだね、うん、あるから、ここはやはり盤石な感じで、盤石だったりがね、うん、うん、これはもう龍我もかなり、あ、でこの竜巻で移動しつつね、ああ、まあまあ、お、これコンボ選択結構、ああ、いいですね、めくり、ヘッドプレスと、今飛びつかっちゃったんですけど、タッチオキックガンガン刻んで最高につなげたのは判断が良かったですね。だから普通は薄かったと思ったら、うん、俺は投げてる。いや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 、なかなか反応できないんだね、勝利で。うん。あ、これはあるある。あるある。あるあるある。あるあるね。見向かない。これはね、まあ、X の、ね、性質でちょっとしょうがないところかな。あるな。うまい。いやー、ちばちば、今度はちばちばいってる、今度はちばちばいってる、ね、刺し、ダブルに刺して投げいく、ね、ちょっと待つ、ここで、おお、なるほど、一回離れろと、お前いって、どうなる、あ、ここは待ってる、いて、いて、うわ、ここはちょっとしゃがみ中盤でスカルダイバー落としたまでは、で、そこから中ゴスまで行ったんですけどね、ちょっとそこで波動拳をつい打ってしまった感じで、そこは開幕の波動拳読みでダブルに突っ込んで、アシャック君もね、これがあるから、あ、でもガードした、よくすごい、吸い込むようにね、うん、いったいったいった、投げ返しと、ここもガード、うまいですね、単純も、うん、でも、バンバン切り刻んでるけど、ダイヤして切りました、そうそう、ジャック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 とかね、チュージャックか、ああ、ここは、あー、なるほど、ちょっと前が端まで行ったんで、ダイヤしながら、アキラ真空が当たったら、ね、噛みましたね、噛めたね、今端に行ったところはダイヤシじゃなくて真空が確定したかとかちょっと怪しいんですけど、そう、あの端の方に大サイコで行ったじゃないですか、あの時に真空が振り向きで出たかなって感じがしたんで、あ、ここはマリオパンチ、いけるいける、そして、あ、今のはこれはもうサイコの音だけが、あ、なんか確かに弱やってる、弱やってる、うん、そうですね、あれはガード確認で、まあ、そのまま投げに行くっていうのが普通に強いかなっていう、だから最後一発だけだからな、うん、はいはい、それもさっき見たらそういうことだったからね、そうですね、いやー、マジか、おすごい選択肢だね、今の強気っす、うん、ヘルアタックの2発目の先端で飛び込むっていうのは結構強い行動かもしれないですね、そうだね、あの手の部分って、まあ、判定、あ、そう、これこれこれ手が強いですし、あの、うん、足払いはあれ先端やられても、あ、今すごい、うわすごい、ごめん、少し入ってね、語彙力が上がってる、さらに今ドンピシャでしたね、かっこいいね、まあ、ナイトメア自体は、まあ、おそらく、まあ、いわゆるパナシだとは思うんですけども、うん、ただそのね、第5数自体はやっぱりどうしても硬直がある技ですから、あそこで浮かせに使ってしまうとちょっとやっぱりリスクがあるかなっていう、かなりこれ今ベガ側がもうね、余裕まで来て、かなりそうだね、余裕出してんだ、あの空達がね、あれもあるあるで、あの最後クラッシャーがあのセルフディレクションで暴発して投げられちゃうっていう、まあ、あるある、あるあるだね、うん、でも追いつけちゃった、体力は、そうですね、なんとこのベガの方がなんか流れを作ってる、あ、この今垂直を結構リュガーが起き上がるんですけど、どうなる、どうなる、どうなる、まず打っちゃって、うん、おっと、これはもしかして行って、うわ、上に行く、当たってなかったね、どうぞ、今のは、うん、ちょうど向こうのベガのバックジャンプ入れっぱに対して真空が噛み合わなかった形になっちゃいましたね、あれ、しょうがない、しょうがない、うん、さあ踏んで、いや、飛んでる、飛んでる、飛んでる、そう、しゃがみ中パンでスカスの見越してベガが遠いところに着地する、あ、これは、これは痛い、しっかりね、ここも、うん、タッチガードしっかりしてますよね、めくりを、
あそこでもし竜がちょっと深めにめくるとか中キックに変更するとかもししてたらまた変わってくるかもしれないですけど、今のところやっぱりめくりで終わんないんで。あっと、これは、あ、これはそうですね、一部か裏に行かずか、ちょっとこうまあ焦ってしまったかで、あー、まあこう行ってしまいましたね。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。